はい、まあ、こちらはそうですね、まあ、今回あとダイスの大野雄大君もソロで出るんですけど、うん、猫隊とってやっぱりですね、うん、ストーンって今言ってますから、やっぱ心強いというか、まあ、すごく出ちゃうんですか、ね、だいぶにより川田君に言うよチクるよフラ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 して笑ってほしいですねこの空間でしか体感できないのが一寸の音楽で、いやー、渋いなー、一回ですね、いやー、すごいなー、すごいなー、この3人は初よ、初ね、初めてです、はい、もうこちらはそうですね、まあ、今回まあ、僕が主催っていう形で、まあ、ブラックボックスパーティーというね、ライブイベントさせてもらうんですけど、そこに参加していただく、その皆さんです、ブラックボックス、ブラックボックスありがたいね。そして、ダイスの大野雄大君もソロで出るんですけど、うん、今日はちょっとね、時間が合わずね、これなの忙しぶって忙しぶっていろいろしいですよね、でもね今ちょっと忙しいですか、ね、今すごいですから、うん、ね、レコタイトってやっぱりですね、ストーンって今言ってますから、うん、来てくれるんですね、うん、あ、来ます来ます来ます、はい、そうなんですよ、という形でね、あ、いや、めちゃめちゃの光栄です、はい、やっぱり僕からしたらその皆さんの僕が中学校とかからテレビで見てるような方なので、おう、はい、そこに僕も混じって一緒に今回コラボさせてもらってますので、すげえ緊張しつつもめちゃめちゃ嬉しいです、まあ、ありがとうございます、嬉しいですね、はい、僕43、僕39なんで、32ですね、うん、そうだ、俺とほぼ10個ぐらい離れてる、はい、そうですね、本当に、うん、そう、めっちゃ緊張しました、電話の時電話 しててその対面してないけどめっちゃお辞儀してましたもん、こちらです、先生が伸びるやつ、先生が伸びるやつ、しゃべっています、お二人は長いんですか、宴前にも会ってんだよね、会ってて、で宴がもうほんと長いから一緒に出てる時間が、はい、一番最初なんだ、なんだろうね、なんかね、広島のイベント、平和のなんかのイベントでご一緒、ケミで出たわ、いましたよ、ケミでいた、言いましたね、確か明確じゃないですか、そうじゃ明確じゃないですけど、自分はもう、あ、そう、あ、でもそっか、そっかで、なった記憶はあれですよ、何がそれ、まあ、それからもう宴でも一緒にね、そうですね、数々のカバーをし続けてきた2人でございます、そうっすね、まあ、T は本当に下町ソウルでも実は出てもらって、僕が主催したイベントで、まあ、その時もめちゃくちゃ盛り上げてくれてて、まあ、他のみんなアーティストも例えばそうなんですけど、ゴジャもジョンテもやっぱりそういう部分で、まあ、僕はまあボーカリストだけど、 T はやっぱりちょっとボーカリストと言いながらやっぱ T 色ってあるじゃん、歌声の中にやっぱりラップもやってくれるし、心強いというか、まあ、すごく時間がすごくさらにこうなんか熱いものになっていくというか、ライブのなのでちょっとお誘いをさせてもらって、で翔平に関してはやっぱりまあ出会い、こう出会えたっていう部分、この出会い大切にしたいという部分と、まあ今回コラボとかもしてもらいたいなっていう部分で、ちょっと T の歌声と翔平の歌声を頭の中でも混ぜて、お、あ、これやってくんねえかなとか、そういうことも考えて、嬉しいっす、嬉しいね、はい、できればください、おー、すいません、ちょっと無理いっちゃったかな、今ナイス、いやいいんですか、いや、ありがとうございます、今日営業部、今日営業部じゃないんですよ、特別な感じで特別に出していただいて、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあもう大成功させたいので、はい、ぜひね、ちょっと皆さん乾杯を、よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、失礼します、失礼します、うまい、うまいうまいうまい、ライブ終わった後の、うん、ビールが一番うまいっすよ、ね、あの、ほんとにうまいね、え、うん、なんであの美味しいんすか、なんか出ちゃうんすか、ライブによりアドレナリンが出てるよね、美味しくする成分があるのかもね、ありますかね、い
いつになるんだろう。でもまずこのブラックボックスパーティー、まあ、BBP って呼んでるんですけど、その前に僕のソロツアーのブラックボックスっていうだけのこのタイトルをやらせてもらった時に、まあちょっとこういったイベントができるような話をいただいたので、まあ、そこでまあ繋がったんですね。ブラックボックスっていうまあ意味合いとしては、この箱の中っていうのはもう完成はされているんだけど、実はこの中の世界で未知数があるっていうので、まあで僕はブラックボックスでライブハウスでソロでツアーやったから、まさになんかあの空間ってすごい未知数な、やっぱこういうご時世だし、ライブに行くからこう来たからこそ分かる。その日にやったものってやっぱり分からないじゃん。リハでやっても多分そういうものには完成形にはならないし、やっぱその未知数を体感してほしいなっていう部分で、まあパーティーを加えてブラックボックスパーティーっていうネーミングしました。はい。まあコラボももちろん考えてます。4人。まあそういった部分も、まあ今回そのまあ1回目っていうところで、はいはい、まずはこの参加してくれてるアーティストのそれぞれの時間っていうのはしっかりと見てほしいし、まあ、その中で何が起こるのかっていうのは、まあ、楽しみにしてほしいのかなっていう。ブラックボックスじゃないとなんか出せない、うん、なんかありそうっすよね、うん、ありそうっすよね。だし、まあ本当に先ほども川端さんおっしゃいましたけど、これから2回3回続くじゃないですか。そう、まあ、言うならエピソード1じゃないですか。そう、1なんですよ。目撃してほしいっすよ。してほしい。あとね、バンドがめちゃいいな。もうバンドの構成みたいな。うわー、ここバンドか。俺もちょっとそう、うん、結構あの一緒にやってたメンツだったりするんですけど、うん、その音、後ろの音を聞くだけでも贅沢だっていうようなメンツが揃ってるんで、マジで贅沢だ、うん、ね、なんせやっぱり僕らもそうだし、お客さんもそうなんですけど、もう本当溜まってたもんがあると思うんですよ、うん、ね、最近ちょこちょこあのできてはきてるんですけど、やっぱり生の良さ、うん、生がいいですよ。生がいいじゃないですか、うん、何でも本当に生がいい、うん、僕本当にその川端さんと最初普通に焼肉食べてて、そうだね、はい、でその時にさらっと翔平君 の今度フェスするから翔平出てよって言ってくれて、うん、マジっすか。やっぱり僕からしたらなんだろう、本当に夢みたいな話なんで、一緒のステージに立てるってこと自体が、で僕らが去年出したアルバムで1曲コラボさせていただいて、その曲もまだまだその1回も世間の中でその披露したことがなかったんで、うん、あ、それ初披露できるかもなみたいな感じで、なんかすげえ嬉しかったです。純粋に音楽人生の中で一番嬉しいくらいの感じかもしれないです。その歌詞を目指してくれるな。いやでも本当そうじゃないですか。だってすごいそのすごい嬉しいんやな。憧れの人のイベントにブッキングされて、プラスでそこで一緒に歌えるかもしれないっていう、まあ、一つの自分の夢が叶ったっていうぐらい嬉しかったですね、本当に。僕は天にを昇る気持ちいい。いいから、いいことを探そうとしてる。どうしたの。いやでも、もうぶっちゃけ嬉しかったですよ。ライブが帰ってきたなっていう中で、なかなかそうやって今ね、自分のツアーでさえも、ね、突破できるか突破できないか、やれるかやれないかの時に自分でライブ立ち上げるんだ、すげえなこの人って思ったのが正直な感想で、それにあの、ね、数少ない人数の中に選ばれたっていうことで、いや本当に嬉しかったですね。うん、これももう俺もらえました。ここでいつもお世話になってるデザイナーさんにも連絡してイメージされて、で僕の今のライブもこのブラックボックスっていうのを使ってるんですけど、まあ、下にこのパーティーっていう、まあ、色を入れて、かわいいですね。背中めっちゃかわいいですよ。うわー、おー、かわいい。で今回すごいのが、見てください、これ全員のロゴ入ってるんですよ。あ、本当だ。これ嬉しいな。なかなかないから。ないっすね。だいたい出た人のこう名前は書いてあるけど、うんうん、今回そのやっぱりこうロゴを使いたいっていうのはお願いさせてもらいました。 それこそが特別感だから、うんうん、この日にしかやっぱりない、このイベントにしかないから、うん、コレクションしていただきたいですね。1回目2回目そうだね。でこれが今回初めてフードタオルっていうのをちょっとやってる。こっちの頭かぶって、うん、もう本当だ、うん、そうデザインいいですね。だから今の全部で、ここがあのさっき言った BBP、うん、おー、これね、うん、あの
聞いてみたい質問っていうのがあるかも、はい、俺は、うんうん、俺はあの燃えるタイプです、はいはい、つかみたい、うん、知ってもらえるじゃん、そうですよね、だってね、知らない人に知ってもらえるチャンスあるから、そう最高だよ、そうそうそうっていう、だから いろんなファンの人がいる、そうですね、うん、燃える、俺も燃えるから、うん、T 絶対燃えるタイプでしょ、うん、僕すごい燃え、俺はね、どっちかというとやっぱあのいるんですよ、絶対中にはあれ、あの川端くん出てくるもんですし、いやそれ逆だって言うでしょ、いるんですよ、それ逆もあり得るでしょ、そういう人はもう指さして、で指さして、自分で川崎に言うよって聞くよ、 B の、 B の 10列目のこう あんまり盛り上がってなかったです、僕の時って川崎に言うよって、いやでも僕は嬉しいですね、やっぱりそのフェスとかみたいな感じでやっぱいろんな人たちの前で歌うこと自体が楽しいので、うん、いつもと変わらずライブしようかなって感じですね、うん、これはね、あのマスクしてる、うんうん、して皆さん見てるんで、うん、マスクして笑う、僕結構受け狙っていくんで、うん、あの笑う時に分かんないんで、なるべくこうふは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 ふして笑ってほしいですね、うん、アピール、アピールさんっていうぐらい笑ってくれたら、はい、あ、笑ってるな、しようかと思って、なるほど、ふふじゃ分かるんですもんね、そうなの、そうなの、ふはふじゃね、はい、僕たち3はそのいろんなフェスとかに出る中でやっぱり今回初めてその僕らが一番年下のフェスに、出させてもらうんで、あの本当先輩方の方を借りるつもりで、まあ、一生懸命あのブラックボックスのエピソード1を盛り上げれるように、頑張っていけたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。自分はやっぱりこういうライブができるようになったってことと開いてくれる方に大感謝ですね。来てくれてる人も、音楽ってすごい力がありますから、ライブ来る前と来た後って何か。その人の中で変わって、ね、一つでもヒントになったりとか、うん、変わることとかもたくさんあるんで、なんか一瞬を一緒の宝と言えるようなライブしたいなと思ってます。だからブラックボックスを盛り上げる一人として楽しみたいなと思います。そうですね、もう本当にこのブラックボックスっていうタイトルに込めた思いというか、これやっぱりこの空間でしか体感のできない未知数な音楽の可能性というか、皆さん足を運んでもらって生でぜひ見ていただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひ皆さん遊びに行っていただけると嬉しいです。どうも、ダイスの大野雄大です。この度6月10日に開催される、ワウワウプラスプレゼンツブラックボックスパーティーボリューム1の方に、出演させていただくことが決まりました。そうですね、川端さんとはプライベートでもよくしていただいて、いて、こうやってライブで、一緒のステージを、皆さんと一緒に作れることが本当に楽しく思っていますので、来てくださるお客さん、皆さんが、ね、楽しい、気持ちで帰っていただけるようなそんな時間を、作れたらなと思っています。そして、T さんもそうですし、3さんもそうですし、大好きな人たちなので、こう大好きな人たちだけで作るライブっていうのはこうなんだろう、なかなかみんな知り合いっていうのはなかなかないと思うので、その会場にいる時間目いっぱい精いっぱい、楽しみさせていただけたらなと思います。会場の方でまたお会いできるのを楽しみにしています。以上、ダイスの大野雄大でした。それでは皆さん、会場でお待ちしております。またぜひ遊びに来てください。お待ちします。